いさい、沖縄の鈴木です。さーてと、地下をねいじっていたら村人ゾンビが出てきて、まあ、この辺りのスフェンスがね溜まってるのは、なんとか村人ゾンビを捕まえようとして、もうフェンスで追い込んだりいろいろやってたら、まあ、こんなことになっちゃいましたけど、どうしよう。はい、というわけでまずはね、はい、昨日作っていた途中の犬のあれ作ったっすよ。っていうか、まあ、ね、あのね、羊毛足りないのをちょっとごまかしました。で、ちょっと薄い、ね、茶色系の羊毛がなかったんで、まあ、これでね、とりあえずはこんな感じでごまかしましたね。はい。というわけで、犬のお墓モニュメント、とりあえず、こんな感じで、いかがでしょう。犬もきっと喜んでることだと思います。今のはちょっとやばかったな。やばかったな。はい。で、ここ、簡単な植林場を作ってあったんですけど、まあ、ここでね、よくね、襲われるじゃないですか。で、まあ、植林場を湧き潰ししろとか、植林場を引っ越せという話があったんで、まあ、もともとはこっちに植林場を作る予定だったんだけど、ね、私、最近、非常にへそ曲がりなもんですから、はい。まあ、ここにね、普通に植林場を作ってったら面白くねえなと思って、はい、今回はちょっと、はい、こことりあえず軽く埋めて、はい、地下の植林場をもうちょっとでかくして、なんとか使い物になるようにしようかななんて思っております。とりあえず今ね、木を、だその前にこのゾンビどうしよう。あ、一匹消えた。このゾンビもじゃあ、いつか消えちゃうんだな。というわけで、まあ、とりあえずここをね、ちょこっと広くして。今、6本か。9本、せめて12本ぐらい。は木を植えられるぐらいの広さの植林場にしようかな。ゾンビ邪魔。とりあえず今回はまあ9本ぐらい。これも邪魔。さっきゾンビ捕まえようとして失敗したところ。ここもそう。もうフェンスで囲いながら逃げ回ってやったんだけど、まあ とりあえずね。で、まあ、木を植える場所には土を植えて、周りこうやってチュチュチュンと、こんなもんかな。さて、それでは、木を植える前にもうちょっと広くしないとダメだ。ガーッと広くします。なかなか上の方が毎回めんどくさいんだけどね。まあ、とりあえず木を3本植えて、はい、それでコップンいきます。あら、無理かな、ここは。じゃあ次こっち。お、毎回びっくりするね、これは。こっち側も多分狭くて無理だろうけど、無理だね。はい、かと思ったら、はい、どっからかゾンビの声が来たな。あっちの暗いところからか。とりあえず、よし、お、もう一匹、はい、というわけで、今度はこっちの方へ。ダイヤの装備とか鉄、やっぱダイヤだな、欲しいから、だいぶ前ってわけでもないから、ちょこっと前に見つけた、はい、渓谷、地下渓谷、こっち側もちゃんと、なんとか、埋めちゃうっていうか、奥まで見てこようと思います。ダイヤがあるかないか。っていうかね、ツルハシが残りこんだけしかなかったんで、植林場作るのはちょっと今回諦めて、このツルハシを使い切っちゃいます。ここの砂邪魔だな。まあいいか。で、この辺りもね、ゾンビの声がどっからか聞こえるんで、上にいるのかな、
それとも奥はどのあたりまで繋がってんだ。あ、奥はここまで、ここまでっすな。じゃあ鉄を回収しながら帰ろう。っていうかダイヤなんでないの。マジでなんかダイヤがない。ダイヤどこにあるの一体。このワールドほんとマジでおかしい。ダイヤが全然出てこない。もう動画の本数70何本になってるのにダイヤがねまだ、40何個しか見つかってないっていう、ちょっとおかしすぎるんだよね。かと、まあ、そんなこと言ったらもうツルハシが残り少なくなってまいりました。とりあえずツルハシ使い切るまで奥まで掘ってみるけどね、なんでこのダイヤが出てこないわけ。おかしいよマジで。つうかマジおかしい。なんでさってここだけ沖縄弁かって。あ、壊れた。というわけで帰ってまいりました。結構離れたとこまで行ったけどゾンビまだ生きてるね。どうしようこいつマジで。やっとくっていうわけにもいかんが、どうします、どうします、やる、どうした方がよろしいんでしょうか。まだあのゾンビ回復薬を作る貯蔵台ができてないんで、それまで生きててくれるかな。まあというわけで、今回はこんなところで終わりにしたいと思います。はい、それではまた、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバイ。